皆さんこんにちは。こちらは真空管アンプキット TU8200R です。いろんな玉を交換して楽しめるように作られたユニークな商品です。玉によって音色が違うという噂がありますが、本当でしょうか？今回はこのキットを使って真空管の音の違いを解明していきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。最大の特徴はアクティブオートバイアスです。これは真空管にかかる電流や電圧をフィードバック制御で自動調整する仕組みのようです。動作点を最適化するだけではなく、ばらつきまでなくして真空管本来の特性を引き出すことができます。比較に使う真空管は次の通りです。出力管7種類、増幅管が8種類あります。どれも新品かそれに近い状態です。これまでの調査で真空管には音の違いがないことが判明しました。ところが実際は玉を変えると音が変わることがほとんどです。この要因の一つに玉の個体差があります。真空管は個体差の大きい素子です。中でもゲインのばらつきが問題です。人間の耳は音量の違いに敏感です。真空管を差し替えて音量が1デシベル変わると音が変わったように感じます。これが問題になる用途では真空管を選別しています。ゲインなどの特性が揃った2本のことをマッチドペアと言います。無選別の個体差はどのくらいあるのでしょう。測定結果を見ていきます。こちらは出力管のゲインの偏差と左右の偏差です。どうでしょう。やけに小さいですね。同じ型番同士の違いもメーカーの違いもほとんどありません。これが本当ならマッチドペアは必要ありません。こちらは増幅管です。これもほとんど差がありません。個体差が小さく見える原因は実験に使ったアンプに搭載されているアクティブオートバイアスの働きのようです。アクティブオートバイアスというのは真空管にかかる電流や電圧をフィードバック制御で自動調整する仕組みです。動作点を最適化するだけではなくてばらつきまでなくしてしまいます。今回はアンプの機能が良すぎて個体差を把握することができませんでしたが、真空管はばらつきが大きいことが知られています。音量の聴覚限界が1デシベルでしたから、真空管を差し替えて音量が1デシベル変わると音が変わったように感じます。これが真空管の音の違いに関係していることは間違いないでしょう。真空管の個体差を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。今回は真空管の交換でよく起こる個体差を模擬しました。真空管のばらつきによって音量の変化がプラスマイナス2デシベルあると仮定しました。違いは音量だけで全て同じ音です。音量だけで音色が違って聞こえるのか、玉転がしをやった結果は音量の違いに過ぎなかったのか、それではお聞きください。
古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる、まだ君のこと、まだ知らないのに、なぜか懐かしくて。フレンド、コモデピも一緒に。フレンド、クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。これらはすべて同じ音に聞こえないといけません。もし違う音に聞こえた場合は、玉の違いは個体差だったということになりそうです。これまでの結果をまとめると次の通りです。真空管に音色はありません。接続方法の違いも、メーカーの違いも、型番の違いも、音に関係しません。今まで真空管アンプの音とされていたものは、抵抗分圧によるイコライジングカーブです。半導体アンプでも同じ音を作れます。歪みが音色を豊かにすることはありません。偶数倍だろうが奇数倍だろうが、歪みは基本的に音を汚くするだけです。真空管の倍音が響きを豊かにするという話は、根拠のない噂話に過ぎませんでした。このような歪みの用途はギターアンプやエフェクトだけです。玉を差し替えると音が変わるのは個体差です。よくマッチングされた玉を選んで音量を揃えれば音の違いはなくなるはずです。真空管は性能の悪い増幅素子に過ぎません。このような素子に固有の音はありませんし、真空管でないと聞けない特別な音は存在しません。そんなことはない。データは一部に過ぎない。真空管には固有の音があるんだと思う方は、この動画シリーズをもう一度ご覧になってください。真空管に音の価値はありません。あるのは物の価値だけです。中でも見た目は大きな魅力です。趣味の世界では見た目が重要です。部屋を暗くしてウエスタンエレクトリックで音楽を聴く。これは最高の時間に違いありません。真空管は見た目で選ぶことができます。音に違いがないことを知った上で真空管の交換を楽しむのもいいでしょう。最後にアンプや多数の真空管を貸してくださった視聴者の方に心より感謝申し上げます。